時刻は18時半を回りました。今週もこの時間は仕事人をお送りしていきます。で、今日ですね、なんと仕事人の最終回になります。パチパチキャンさんがつけてくれるか、つけてくれるつけてくれるキャンさんがつけてくれるそのことを祈って、ちょっと今回は収録になるんですけど、最終回をお送りしていきたいと思います。でですね、そんな感じで、今日は最終回をお送りしていきたいんですけど、はい、今日の内容は、親子3代で楽しめる東南植物楽園、ここでしか見られない珍しい植物にガイドツアー、可愛い動物にも触れ合える、地元食材でもてなすレストランピースも好評営業中。東南植物楽園。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンメン。黒糖さつバター。うん、美味しい。ラーメン食べるか。ライス食べたい。美味しい、やってる。牛角宜野湾店、好評営業中。長浜モーターからのお知らせです。返事は好意のバロメーター。私たちは思いやりを大切に、皆様のお越しをお待ちしています。新車・中古車のご相談なら、宜野湾中古車街道長浜モーター 892-3719 892-3719。 レンタカーやってます。ドラえもんにする。最終回の内容が仕事人でドラえもんの話する。いいです、みんな好きだ。え、好きだよ。てか俺なんだったらドラえもん多分今一番喋れる。 Amazon プライムでずっとドラえもん見てるから。このコロナの期間ドラえもん見尽くしてるから、全然ドラえもんについては喋れるんですけど、まあドラえもんの話は置いとくか、置いとくか。最終回だしな。しかもな、これ、まあ、収録なんですよ。うん、収録なんではあるんですけど、 しかもなこのFM 宜野湾にすら行ってない。行ってない。いや、これはまあ原因があって、今行ったら僕の、自宅の方で収録してるんですけど、まあ理由としてはそのやっぱりどうしても今コロナウイルスが流行ってるっていうことで、まあ外出を自粛、基本的にはもう家から出ないっていうのを一応先週からかな、俺も会社の方をもう事務所閉鎖して、基本的にはもう事務所の方で出社しているスタッフも、家で在宅でやりましょうで、自分も出ないっていう形にしてるんで、まあそんな中行ったらラジオ局に行くっていうところもすごいラジオ局に失礼な感じ。最終回でもなんかバイト辞める日に文句言うやつ。いやこれはでもしょうがない。めっちゃ言うやつ。いや、家から出るの自体がちょっと一応いろんな可能性を考慮してるって、でそれで自分は出ないけど俺を招くっていう。そう、招いた意味ある？いや、ある。自分は出ないっていうところでやってて、お前そのトントン入ってるわけよ。いやいや、入ってるのかな。入ってるから。お客さんも結構やっぱ高齢の方もやっぱ多いんで、どうしても自分からの感染っていうところもすごいやっぱまあ避けないといけない部分になるんで、だからまあ今日も2人ともマスクつけながら放送していく形になります。なんで収録自体はもう自宅で、最終回なのに自宅で。そうだな、ちょっと悲しい結果に。本当に、すごい。なんて最後の挨拶をゴニョ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 は別日でコロナが収まってからする、はい、コロナが収まってからキャンさん会いに行って覚えてる。いやいや、覚えてくれてると思う。名前その何ヶ月もずっとやっぱサポートしていただいたんで、もちろん、何か挨拶はしたいなっていうところはあったんですけど、どうしてもまあ自宅から出られないってところがあったんで、そうなんで、はい、そういう形で今日は進めていきます。で、はい、まあこの仕事人の最終回なんですけど、まあ最終回も言ったらまあもう僕の会社の紹介みたいになっちゃうんで、まあ仕事人の中でもまあ言ったらうちの、自分の仕事ですかねってところについてちょっと話していけたらなという形で考えてます。で、はい、ここからちょっとアイキーの進行で行きましょう。ドラえもん、で、まあまあ大好き。
一応あのお笑い芸人ってことで、まあまあ、真面目な話に入る前に一回やらないと、一回はボケとかないとな、ルール的にもな、はいはい、ということで、うん、ドラえもんの話を、話をこれからこれからします大ボケになってる、そしたら一応ね一応くどいぐらいにとかん、一応ね、うん、これ引き際がわからなくなるな毎日まあ一応あれだな、うん、この会社について外お前ちょっと聞きたいことが本当お前も受けてる影響は、うん、俺の受けてる影響はっていうのは、まあ、コロナの影響そうそうそういややっぱあるもちろんあって、うん、まあ言ったら事務所に出社できないってとこもそうだし、うん、まあ言ったら会社自体で一応コロナの感染予防には努めようとしているので、まあスタッフさんは全員も自宅待機、まあただお客さんのお家に行くスタッフさんが自宅待機をできないんで、まあ事務所メンバーは自宅待機、うん、で、現場に行くスタッフに関しては、まあ、マスクとかアルコール消毒っていうのをもちろんやりながら、でサービスの途中も、まあ、換気とかをさせていただきながらっていう形でのサービスになってるんで、まあ、その仕事の、まあ、進めやすさっていうところももちろん影響は受けてますし、まあ言ったら予約の方もどうしてもまあ人をお家に入れるってことなんで、まあ結構自粛してる中人を入れるのがやっぱ抵抗あるって方も多いんで、まあその辺に関してはやっぱり予約とかはどうしても減っちゃってるかなっていうところはありやすね。ちょっとまあ影響受けてらっしゃるって感じなんですかね。そうですね。まあ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 もうこのご時世でもう影響受けてない会社ってほとんどないんじゃない。どう受けてる？ヤマトの方は。ヤマト。うん。ヤマトじゃないか。いい言わなくていい言うな。俺がバイトしてるからなんか迷惑かけそうな気がする。あ本当。確かにね、俺のところも受けてるな、うん、配送業のバイトしてるんですけど、はい、あ、受けてるんだ、うん、え、でも、減るの配送って今がピークなのに、うんうん、今が仕事ないっていう、あー、じゃあ結構売上的にもやっぱ会社的にも減ってる、多分減ってるんじゃない、家電とかこういう家具の、需要が、まあそうだよな、だって買いに行けないもんな、今、うん、買いに行く人が多分減ってるし、お金もないしな、みんな今、まあ確かにこの状況で今家電買いに行こうってあんまりならないの、収まってから確かにな、行こうっていう形になるから、確かに確かにその辺は多分影響、うん、受けてる、そういう感じで、うん、この人も受けてるんだけど、うん、今のところまだ大丈夫なんだ、会社としては機能してる、機能はまあギリ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 してる感じなんで、うん、もうだいぶまあお客さんの方もまあはい、休会の方もいたりはするんで、そこが心配だった、ちゃんと食っていけてる会社と優等が、まあ、優等って言うんですけどね、今話した社長さんの、うん、優等がこの会社のこの利益で食っていけてるちゃんと今の状態でもまたまたじゃ食えていけてるのかがやっぱ聞いてる方心配だと思うんですよ、お客さんもだし、うん、そこは大丈夫、いや、まあ、そこに関しては、うん、まあ、言ったら影響を受け始めたのが本当に4月に入ってから急に休会とかになって、3月まではもうほとんど影響がないんで、うん、まあ3月までは食べていけるぐらいはあの美味しく食べていけて、まあ、自分が食べるぐらいの形で、自分がギリギリってことか、ギリギリだ、あ普通に、うん、もうギリギリだ、1日数食とかので、アップルのパソコン持ってるってことでしょ、いや、これ買ったのだってもう5年前だから、5年前は食えてたでしょ、食えてた、今も別にそギリギリ食えてるのっていいよ、俺が5年前食えてたかが気になって、そうそう、今後も食えていけそう、そこ食えていけそうだったらいい、ほらずっと俺が食えていけてるかの話振り返ってくる、心配になるからさ、やっぱ友達として、ああ、まあでも今後の形としてはやっぱこの状況がずっと続くってなると、じゃあ食べてくってところでも、まあ、自分だけじゃなくてスタッフさんとかも食いしん坊もちろんデブ、お前デブみたいな多少影響はやっぱ受けるよな、これはもうだからもう本当はまあもうすごい素人感覚で言うと、うん、まあ、これがなんか1年とか半年続くよりはもう本当に県とかで、うん、
もう一気に、もう1ヶ月は全員外に出るなみたいな形でやってもらって、1ヶ月で就職して、またっていう形でやっていただきたいなっていうのは正直なところだけど、まあ、それでなくなるのかなっていうのはな、そんなこと言ったらもう戦争なんてないからな、みんながみんな、だってさ、みんながみんなこのさ一斉にどうこの行動が伴うんだったら、まあ、難しいからな、そんなのそうだな、だからそこはまあでも、結構みんなでやったら経済も今、まあ、俺らだけじゃなくてやっぱ東京とかもすごい打撃受けてってるっていうから、みんなで一斉に自粛しようぜっていうのはしたいけどな。芸人も受けてるからね。やっぱそうなんだ。お笑い芸人は。どういう形で受けるの？やっぱりあの劇場、唯一出れる月に1回劇場はもうキャンセルになっちゃったり、それが今もどんどんもう先、もういつできるかわからないし、ディズニーとかもそうさ。ああまあまあな、ディズニーも相当受けてるだろうけど、あれもめちゃくちゃ従業員いるでしょ。どんなしてんだろうな。いや相当大変だと思う。やっぱ仕事なんか作ってんのかな。1ヶ月2ヶ月とかさぐらいだったら、このなんかちょっとなんていうのかな、ちょっと仕事与えたりとかさ、赤字になるとか利益にもならないぐらいの仕事させたりとかできるかもしれないけど、これもう何ヶ月とかじゃないさ今。まあなあ、これどんなしてんだろうな、大きい会社って。だからな、大きい会社、まあ今までのやっぱり利益がすごい出てるはずだから、まあ、それで賄えてんのか、でも結構やっぱ経費がもう何もしなくても何億とかかかるような、多分ディズニーとかだともちろんだけどってなると結構大変だろうな。だうちですらやっぱもう何もしないってなるとやっぱ毎月出る額があるわけだから、それに関してやっぱ困るし、停止になっちゃうと、いや実にすごいな確かに。飲食店とかもそうだから、やっぱり飲食店はもうめちゃくちゃ来てるだろうな。だって、あれだしな、その一回一食一食で利益取れるわけじゃないですか、そんなに、だからもうすごい何食を出さないといけないし、それがな、家賃もあるしな、このコロナの影響はもうすごい、どこもだから早く収入させるための策を打ってしまう。そうだな、意外もう、なんだろうな、本当に歴史のなんかすごい残るような1ページいるよね、今な。まあ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 、なんかもう気づかん、なんかあんまり意識してないけど、結構やばいよな、俺らまだまあ24歳だけど、24年あってこんなことなかったもんな。ないからな。これが多分50年生きてる人もないんじゃない、多分ない。日本が緊急事態宣言でなんちゃらっていうのは、だから多分なんか令和ってあんまいいことないよな。そうイメージだけど、まだコロナだけじゃん。いやなんかいろいろあったさ、なんかいろいろと。何ごめん、あのネットでちょっと見たコメントを言ってみた。俺も令和でまあなんかあったのか分からんけど、ごめん、ネットの言葉をそう見てみた。でもコロナからのなんかが大きいよな。まあ確かに、でもやっぱこの災害ってこのまあ、今回コロナだったけど、何年に1回かはやっぱすごい大きいやつがさ、東日本大震災だったりとか、多分10年おきとか5年おきとかにやっぱ結構経営者側は多分打撃受けるものってあるから、リーマンショックがあったとか、また分かんないけど、だから結構それに対応できるようなやっぱ経営の仕方とかもすごい大事なのかな。オイルショックとかね。俺もお前もオイルショックわからない。だいぶ前、もうお前なんかお母が生まれる前とかも。でももしかしたら来年はオイルショックぐらいのやつが来てるかもしれないしな、オイルショックわからないけどでも やばいよねとりあえず。まあやっぱ経済的にオリンピックってどうなったの、あんまりよくわからない。オリンピックは来年に一応延期っていうふうにはなってて、だからこの辺に関してもまあ選手が変わるっていうところもあるし、来年ってことは今まで4年おきにやってたでしょ、これ初めてなのかな、5年になったのって。どうなんだろう。いや 初ってやってたはず。え、そうなの。初じゃないかな、なんか戦争があったとか。あーとかもあるからでしょ。でもそれぐらいのレベルってことでしょ。だって今もう世界がウイルスと戦って、もう本当になんか宇宙戦争みたいな感覚だから、あんまりないだろうな。あれ意味な、これでな、ちょっと協力し合ってではないけど、まあ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 、なんか団結力みたいに出たらいいんだけど。まあなあ、でも日本自体はできてるの、どうなの。他国と
ある？なんか言われてるのは日本の対応が遅すぎて海外が収束した時に日本だけ流行っててなんか差別が起こるんじゃないかみたいな話はちょっと出たりしてたよな。でも日本人がそんなモラルが壊れるぐらいの状況ってだいぶもう末期な状態じゃない？そこまで言って、まあまあまあ、でも予測としては1年とか1年半ぐらいでもで収束じゃないかみたいな予測も出てるぐらいだから、まあ何とも言えんけど、その知らない知識では。でもまあなんか可能性としては無理なんだよな。ある。うんうんと思うし、やっぱりどっかで全員が自粛とか、まあ、外に出ないようにっていうところもあって、うんうん、まあ、それでまあうちも一応新しいサービスを、どういうの？あのちょっと今ちょっと作ってる段階でもう全体的にこれだっていう形は 100% 料金とかっては伝えられないんだけど、一応この、まあ、自粛するために、じゃあ自粛しないといけないけどみんなが出る理由何かって言ったら、まあ、買い物とか、まあ言ったら生活必需品、食品類だったりとかっていうものは、まあ、もちろん買いに出ないといけないんだけど、まあ、言ったら俺らってまだ若いから確かに、まあ、まだその致死率的に言ったらまあ少ない方なのかもしれないけど、これが高齢の方とかっていうのはやっぱりどうしても感染を防がないといけないところにもなってくると思うから、まあそういう方に向けて今まで その会社の料金よりももう半額近く、まあ 40% とかの価格とかで買い物を代わりに行うっていうサービスの方を今月中にちょっとやっていけたらなっていう形で今ちょっと考えてて、まあ、これがまだ確実っては言えないからあれなんだけど、今ちょっとそこを作ってる段階。そこは確実って言ってもう政府と一緒でも確実に保証してくださいよ。これが一応2日3日では一応本当にリリースできるように今動いてるんだけど、まあそれにじゃあ今見えてない問題が出てくるかもしれないから確実ではないけど、俺の気持ち的にはもう確実に出していきたいなっていう思いはある。言って大丈夫、気持ち的にはな。でもじゃあそこでじゃあ法的な問題が出たりとか、じゃあ誰が実際に渡すのとか、そういうだからこのうちのスタッフさんが買い物してきてそれで感染したりとかも良くないし、そしたらもう意味ないよね。そうそうそうとか、スタッフさんが誰かどっかで感染しちゃっても意味ないから、うん、じゃあそれを完全に防げるような策を打ってから、こういう買い物とかをじゃあ代わりに届けるっていう配送サービスで、これって今三栄さんとかは、ね、うん、すごい安くでやってて便利な、そう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 、いろんな会社な、月額、うん、300円とかでやってて、プラス手数料みたいな形でやってたりとか、コープさんもやってたりするんだけど、だからこの1箇所しかできなくて、いや3円さんは3円、コープさんはコープってなってるんだけど、一応うちが出そうと思ってる今サービスに関しては、3箇所までは、一律この料金で回れますよみたいな形を作ろうと思っていて、何かっていうと、じゃあ三栄で食品も買いたいし、でも、ね、ドラッグストアでその風邪薬とか、体温計も買いたくて、ただ今日の夜ご飯としては、飲食店のものを、じゃあ今飲食店もテイクアウトのお店っていっぱい出てるから、うん、そういうテイクアウトのお店で買いたいっていう、いやその3つを回れるようなサービスっていうのを、いちいちいろんなところに頼まなくても、そうそうそう、30件受けたまりますよってことか。そうそうそう、めちゃくちゃいいよ、それは。そうやって、まあ、外出も、控えれるように高齢の方がで、極力渡す時も感染しないようなやり方で、今できないかなっていうのを、まあ、考えている。掃除とかもはどうなの？掃除もやってるさ。やってるやってる。これはどう、これはもうやる、今からも一応できる限りやっていく感じ、やっていく形で今考えていて、ただ掃除に関してもやっぱり換気をさせていただいたりとか、まあ、料理もそうなんだけど、今一応スタッフは基本的にマスクとアルコール消毒っていうのは推奨している形にはなってるから、うん、まあ、今のところマスクもスタッフさんはつけてるんだけど、やっぱマスクって手に入りづらいっていうところが今あって、うん、だからそれもなくすために今一応会社の方で、インターネット生産はできた急にマスク製作会社になっちゃうから生産はしてないけど、そんなことないか、すごいやつでスタッフのためにマスク製作し始めたら、そうだな、国のために、そうだ、国のためにやった。だから一応生産していただいてる会社さんの方を、まあ、ネットを通して、購入して、今スタッフさんにもマスクを、渡していくために、最近も結構多めにちょっとマスクを買わせていただいて、横取りじゃない、ちゃんとネット楽天を使って、注文したから、そう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 、ね、だからそこで、一応スタッフさんにも配って、まあ、ちゃんと、感染を予防するような
まあ、今できる限りのことをやりながら、マスク2枚よりもそれが早いもんなそれを待つよりもやっぱりもう衛生的に毎回取り替えられるようなマスクを用意して、でアルコールとかもできる限りも確保できたらスタッフさんにも、持ってもらうようにして、その中でまあやっぱどうしてもサービスが止まると困っちゃう方もいるんで、 そうだな、そういう方に届けられるように今、動いている形になってますね。だから4月中には、新しいそういう、もう高齢の方を、はい、手助けできるようなサービスっていうのは、料金は変わらない？いや料金もさっき言ったよりも 40% 近く下げられるように、お、だからもう会社の方はあんまり利益を取らないように計算して、ギリギリのラインで、まあ、提供できたらなっていう形で、心配になってくるのか俺が食えてるかこれ 40% もしね、うん、削減した時に、はいはい、まあ、お前とかさ、ちゃんと食えてるのかなっていうの心配や、まあ、俺が食えてるかどうかすごい気になるんだろうな。でもだってさ、お前がこれで餓死したら元も子もないじゃん。ない、頑張りすぎちゃってもさ、うんうん、そこは本当に大丈夫？40% 削減して食えるのかってところに関しては食うのはちょっと厳しい。今回に関してはね、もうそれだけで食うのはもちろん厳しいから、もちろん今までのサービスっていうのも継続して、それを総合して食う。そんなこと言う会社あるかな？いやいや、食う会社。せめてかな。いやいやいや、もう言ってほしそうだったから。いやそう。でも正直このサービス、新しいサービスだけで食えるかって言ったらもちろん多分食えない。あんまりこう食えないって。サービス言うときに言うことあんまないんだよ。まあまあ、まあまあないけど、それぐらい、それぐらい素直にちゃんとやってるよってことね。で今できるだけのサービスを届けたいってことで、だから今自分らの利益ってよりはそういう形で考えするために、でもまあこれに減らしてまででもやらないと、助け合いのあれもあるからな、ね、うん、っていうところと、まあもちろんそれによってじゃスタッフさんに仕事が生まれるから、うん、それでスタッフさんが、食べられるようになるから、まあまあ、だから別にその俺に関しては自分らが食うというよりはスタッフさんが食って、まあまあまあ、お客さんも喜んでくれてっていうようなサービスを打ち出そうという形でこの何パーセント切ってまで、できたらなって形で考えている。だから、まあそうだよな、うん、俺の分はもうお前が食わせてくれ、お前が食わせてくれ、うん、売れてない芸人に余計仕事なくなった俺が売ろう借金まみれなんですけど俺いやそんなお前さ、あれやったらいいじゃん、前やってた あれ言っちゃダメでしょ。いやいやいや、そんなんやって何もやってないけど、それ最終回で言ったら挽回するもう回がなくなるから、いやそういうの、だからもっと世界が無法事態ぐらいにならないといっちゃいけない、もっと秩序ということがなくなった時にしか言えないな俺24歳にしてそんなこと経験してる秩序なくなった時にしか言えない、言えない仕事やったらちょっとこれはやってないんですけど、まあもちろんそういう形で一応うちもコロナとかを、はい、一緒に乗り越えていこうという形での新しいサービスは考えてるんで、まあ、ぜひそうだな、うん、まあこのラジオで伝えられないのが悲しいというか、なんだったら来週もやっちゃいたいぐらいだもんなこれお前のさじ加減版やっちゃえよ、本当やっちゃいたいよな、だってこれをじゃあ今週中に作り込めれば要は放送できるわけだから、うん、じゃもうこれ最終回なんですけど、もうリリースできたってなったらもう一回ちょっとやるかでもただのさ、気分が向いたらやりますだわよ、聞き方として最終気分が向いたらやります、でもラジエンの気持ち弱すぎるなかったらこれ最終回ですよって、お前だいぶすごいな、しかもこれ最終回でこんな思うやばいやつだな、まあ、これ、まあまあ、いやいや、でも本当にこのサービス自体はもちろんリリースするんでしっかり、うん、だからこのラジオに関してももちろんやりたい気持ちはいっぱいいっぱいで、ただこの自粛ってところと仕事も、いろいろな時期がな、うん、そうそう、お前が来るまでもずっとパチパチしてるわけだから、結局そのじゃあ時間、いや俺が来た時お前はブランデーもどう
友次郎も倒された。俺家でブランデー飲んでた。お前来たの7時になるの。平日7時ブランデー飲んで、コロナのこの時期にお前自粛してるなと思って。でもなんかあまり よく見えないタイプの自粛。友次郎の自粛の仕方してた。だからちょっとだからな、いろんな、あ、消毒もするっていうのもあるからね。まあまあ、ね、いや、何のフォロー。もう、飲んでたみたいな。最終回でちょっといろいろやばい回になっちゃう。いや、でもこんな時期ってボケづらいわけよ。ほら、俺いや、もうずっとボケてる、今日真面目な話をねってやって、始まる前に1時間半なぜか喋ってて、それでもやっぱり、それこの、なんて言うんだろう、やっぱボケれない内容ってあるさ。真面目な話しないといけないことって、ずっとボケてた。俺の新しいサービスの話ずっとボケてた。でもやっぱ俺はちょっと やりづらいな、こんなコロナとかこれ来ちゃうと。あ、うん、芸人みんなそうだと思うよ。こんなの来ちゃうとなんか難しいよね。あ、なくなってる人もいるし、まあまあまあ、笑える病気じゃないからな。簡単には、まあまあ、コロナってここに関してはまあボケていけないな。本当にコロナ何って本当に。この話題喋りにくくなってきて、最後にお前がそれ言ったことで、まあ一応もうそろそろちょっと終わりの時間が近づいてきて、キャンさんにも、じゃあもうキャンさんと聞いてくださってたみんなにも一言ずつありがとうございますぐらいは。そうだね、言おうか。本当は会っていった方がいいんだけどね、キャンさん、キャンさんに。いや、もうキャンさんももちろんこの収束してから会いに行くか。だから覚えてるか。覚えてる。いや、お前何だと思ってる。お前収束って30年後とかじゃないよ。お前キバ君、別にもしかしたら来月かもしれないし、数ヶ月は覚えてないわ、やばい。2、3ヶ月がマックスじゃないか。でもかな、早くて。あの人情報多すぎるから多分古いのどんどん消去されていくだと。いやいや、ディスってるぞ。え、ディスってない。全然覚えてくれてるはずだよ。ああ、そっか、うん。だからもちろん会いには、はい、行きたいと思っているので、はい、お礼をもちろん兼ねて、ずっと俺らのこんなむちゃくちゃなラジオにしっかり音を入れてくれて、情報を入れてくれてっていうのをしてもらってるから。うんうん、で、まあ、聞いてくださった、はい、皆さんにも、もうこんなラジオを毎回しっかり聞いてくれて、ありがとうございます。ありがとう。ございます。最終回の思い軽いな。もう多分切れてるわけよ。いや、もうここに関しては、いや、もう編集でお前が俺が食えてるかどうかのところの部分をカットして送るから、ここはもう入ってるんでしっかり。ああ、そうなの。もちろんもちろん。だから、うん、そんな感じでちょっと、もう今まで、はい、聞いてくださった皆さんありがとうございました。また何か機会があればですね、はいはい、また FM ギノワンさんだったりとかどっかのラジオで、はい、お会いできることを、はい、はい、楽しみにしております。はい、ではありがとうございました。バイバイ。はい、失礼いたします。